来ました、風神か、快楽か、風神快楽、風神快楽、快楽から、うぅ。どうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回はですね、妖怪ウォッチプニプニで、おはじき会社、マックス100連やってみたいと思います。今ですね、イベントで、まあ、暴走エンマが出てきてるわけですよね。で、この暴走エンマがやったら強いと。なので、仙台のエンマ大王、エンマ大王、ゴーエンとか、あと、蛇王カイラがおったら、まあ、簡単に倒せるかな、いうところでございますわと。で、この空泣きとかを倒したら、その仙台エンマ大王、ちゃんが入手できるんですよね。こちら、ゴーエン。なんか若いっすよね、このゴーエンのじっちゃん。昔の姿ってことなんかな。若し黒のゴーエンっていうことになるか。で、その息子が、シアー、紫の炎。で、さらに、エンマ大王の本名が、きらめきの炎と書いて、何やったっけ？コーエンか。コーエンって名前なんよね。みんな、エンマ一族は炎っていう文字が継承されている。でですね、1月4日になりまして、ガシャの出現率がまた変わってるんですよね。1月1日、正月がなんか全キャラ出現率アップになってましたよね。マジかとか思っとったんですけど、で1月2日から1月3日まで、フー君が出現率アップになってましたよね。で、1月4日から1月5日まで、今度は、ライちゃんとライジンが出現率アップってことですわ。ライちゃんが、普通の空泣きに対して攻撃力アップとか、で、雷神がマジのその空泣きに対して効果あり、特効ありということですよね。この2体ゲットできたら、なんと100連したらまあ、ゲットできるんちゃうかなと思ってるんですけど、いや、なんかガシャ何回も200連ぐらいやってもいいかなと思ったけど、いや、これはやっぱり縛りを入れて、100連で 0.5% の妖魔の大王カイラを出したいなと。今出現率、据え置きの 0.5% ということなんで、まあ、出にくいんですけど、これを出してこその神引きなんやなあかろうかということでやってみようかなと思います。狙ってるのはジャウカイラチ。もうカイラが出たら、ぶっちゃけ、もうその時点で終わっていいかなと思ってるんですけど、ガシャもうこの時点で終わっていいかなと思ってるんですけど、今回ガシャにイベントの新キャラが6体ですよね。この妖魔の大王カイラ。だから、エンマ大王が若い頃、カイラッチもいたっていうことだよな。なんか30年後にカイラッチ登場って感じなんだけど、若い頃のカイラッチってことだよね。妖魔の大王。ゆくゆくはってことかな。だって、ケイタッチの世界の時は、エンマ大王が、その妖魔界の王だったもんね。で、トリプル S ランクの雷神風神。まあ、どっち出てきてもいいかなって感じですけど、0.2% はさすがに出えへんか。ダブル S ランクの雷ちゃん風君、覚醒アンドロイド山田。0.32% かー、みたいな。100連で新キャラ果たして何体出るのか、行ってみましょい。最初の10連。カイラッチが出たらもうその時点でガシャ終了。Here we go。金確定。金のカプセルか、開けていきましょう。オープン。 S ランク開けオーディション。降ってきたら今回のイベントの新キャラと思いますけど、いきなり来たっしょ。 Z ランク来る。 Z ランク来ないな。 W S ランクのライちゃん。あ、妖怪、ようわからん。妖怪落ちシャドウサイド。そうか。そうか。一応そのジャオカイラッチの、その、手下っていうか部下っていうか、がフー君のライちゃんなんですけど、今回のイベントマジで、何なんだろう。妖怪ウォッチシャドウサイドイベントって考えてないのかな。空泣き出てきたし。俺の本気を見たいのか。では、職場に連れて行くのだ。ライちゃんゲット。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。前掛けしてるし。これがシャドウサイド化すると、雷神になるということなんですけど。出現率アップのライちゃんゲット。フー君ライちゃんどっちも可愛いけど、やっぱライちゃん可愛いよな。金のカプセル3つ目いきましょうか。2対2対3でできとる。ズドン。これはパス。キラコマパスか。いや、トリビアのパスかな。A ランクのトレジャーコマさん。2対2対3でこれが安全坊やでとか。で、オグトグモグのモグ君。B ランク。神隠し。最初の10連でとりあえず新キャラ1体ゲット。20連目行きましょう。なんか、その、スワナキさんが、エンマ大王憎い。エンマ大王憎い。憎いぞ、みたいな感じになってて。なんか、なんで憎いか分からんけど、その、エンマ大王に倒されたから、あ、色カプセルだけ。で、その、スワナキのマジモード。あ、また出てきたし、さすが出現率アップだぜ。なぜ憎いのかはよう分からんけど、怨念みたいな。一度、その30年後の世界で、スワナキさん倒したけど、その怨念が残ってて、また復活、みたいな。で、エンマ大王はなんか、妖魔界を失踪みたいな。妖魔界から、エンマ大王がいなくなったっていうね。
大事件ですけど、でも蛇王カイラッチが代わりにいるってことだよな。妖魔の大王カイラっていうぐらいだから30連目。で姿消したそのエンマ大王がまさかのなんかその幻突委員長によりなんかパワーアップしてるみたいな、限界突破しとるがーみたいな、 Z ランクのさらには ZZ ランクしかもレベル70やんかーみたいな感じですよね。どうなっとんだって感じだよな。30連目、トグくんまで、あ、ミフーも出てきてよん、行きましょう金のカプセル、あぷん、ライちゃん出すぎやないかライちゃんがめっちゃ出るね、出現率アップなんやけど。はい、来ました。本日2体目の新キャラは誰？あ、かわいい。SS のふうくんタージャオ。ふうくんもなんか前かけしてね。色違いって感じか？角が2本だから微妙に違うか。いい遊び相手になりそうだな。俺の風で舞い上がってみろ。かっこいいね。風使いのふうくん。ふうくんかわいい。では40連目参りましょう。マイル行きましょう。40連目にゃん。にゃ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 。あとは、金確定。金のカプセル5つなんですけど。これは金から開けていくでしょう。あららら、S ランクの破壊。これ40連目だよね。これは、WS のふう、ライちゃん。ライ、はい、はい、来ました。3体目も Z のカイラか？いや、来るでしょ。あかんか。トリプル S ランクのライジンさんでした。でもすごい。合点承知。雷をとどろかせ。いざ、戦へと参らん。いやー、かっこいい。力強いね。さすがライジン。出現率アップなだけありますさ。いや、なんか、最近マジで Z ランクが出てないから、来るよ。多分来るよ。カイラちゃん、あー、すごいわ。トリプル S ランクのライジンが2体も出てきてるわ。もうね、なんか確率がかなりこっちに来てる感じがするんすよね。なんかその海の波もさ、引いては返すじゃないですか。出現率とか、その、引きも引いては返すんじゃないかと。いや、その、だからやっぱり、調子いい時もあれば調子悪い時もあるかなと思うんですよね。最近全く、その、ほら、ミソは、金のカプセル4つだよ。最近 Z ランクがマジ出てないから、これかなり、もう運がもう溜まりまくってる。引きが、もう出たくて出たくてしゃあない状態になってると思うんだよね。50連目参りましょう。降ってきたら新キャラ4体目。どうすか？S ランクのオリジンかな、これは。オリジンやわ。全裸のオリジン。まあ、源ということだからね。みんな、最初は裸で生まれるよね、ってことだよね。S ランクのエンマ大王さん、降ってくるか？降ってきましたー、すごい。これ、新キャラ4体目。どう？あー、君か。ダブル S ランク、覚醒アンドロイディアムだ。アンドロイディアムさんも、今回のイベント特攻で、あれだよね。普通のソラナキに対して、ダメージアップってことだよな。いやー、どうでっしゃろね。50連目、スノーラビー。残り50連。もうこれ来る気しかしないんすけど、もう紙引き来る気しかしないんすけど、60連見てみましょう。あと新キャラが残り2体ですよね。カイラッチと、あと、風神。金のカプセル1個だけか。2体3。妖怪ウォッチシャドウサイドのキャラは結構降ってくるってことだよな。もう時代がもうマジでわからん。混在しとるよね。色カプセルから降ってこへんかな。セバスチャンとかトラジロとかできれば。行きましょう、60個目。あ、ジータンも出てきてるね。ズドン！あかん。S ランクのブラチナ核。70連目行きましょう。カイラッチがいなかったらな、もう、エンマ大王ゴーエンゲットするしかなかろうかな。金は、色カプセルを開けていきましょう。色カプセルから Z ランク来る可能性あるかな。どうですかね。まあ、とりあえず今回のおはじきバトルの特攻は4体ゲットしたので、なんとかなるかなっていう感じですけど、できたらカイラッチも欲しいぞ。70個目、ズドン。これはダブル S ランクのライちゃん。ライちゃんがもう5体ぐらい、4体5体にできてますね。80連目。まだチャンスはあるはず。諦めたらそこで終了。残り30連で決めてみせる。
絶対出ると思うんやけど。こっちから上げていく、色カプセルから上げていく。ウエスボボ S ランクの、これはメズかな。 S ランクめっちゃ出るしみたいな。鬼グモハンモでできてるし、これかなり来てるよ。行きましょう。上からあずどん。あれ来た。あ、 S ランクの天狗ハンかな、小村天狗かな。 S ランクのこれは何食いだ。お肉、命取りか。スノラビー、きついな。新キャラ残り2体なんだけど、きついな。これで90連目いけっかな。どうかな。カイラッチ 0.5% なんだけどな。100連でワイは来ると思うんやけどな。90連目上げていきましょう。 A ランクのトラジロ、あ、トリプル S ランクのライジンハン。風神も出てきてほしいけど、どうだろう、結構確率低いよね。なんやったらカイラッチより確率低いんちゃうかったっけな。いきましょう、金のカプセル。はい、来ました。風神かカイラか。風神カイラ、風神カイラ、カイラカイラ。おお、お前持ってなかったみたいな。ダブル S ランクの覚醒マン。ああ、昼寝がバレたのかと思ったぜ。覚醒魔も出なかったんか。覚醒魔でなんか、あれか、入手しにくいキャラやったかな。持ってなかったか。新キャラやと思ったよね。もう、来たと思ったよね。90連目で完全にカイラ来たと思ったな。もう2択やと思ったね。カイラか、風神どっちかやと思ったよね。本日、ラスト100連あげましょう。これカイラって、来てほしいけど、すべてまさかの色カプセル。嘘だろ、これ最後ダメか。90連目でちょっとピーク来たかもしれんな。完全にカイラ来たと思ったよな。ダメパターンかな。この色カプセルで降ってきたら嬉しいけど、最後の100個目ズドン、最後 A ランクのオレ流という結果でした。はい、ということで以上、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。